エビカレー美味しそうだったレシピ出しておいてくれ。えっとね、以上取っといたわ。はい、取っといた。ちょっと多分ね、あのー、11月下旬とかになっちゃうかもしんねえなう。あのー、いろいろ取ってあるんだよ、もう。3作品ぐらい取ってあるんだけどさ、なかなかね、あのー、ちょっと追いつかなくて。あれ、しかもさ、原価、1皿、あれだぜ。あの、400円ぐらいだぜ。あれで。あれで。俺、ツイートのリプライ見せたらさ、 成金カレーとかって書いてるやついて、すごく褒め言葉だった。お前、この400円熱が成金だと思うのかそれはお前最大の褒め言葉だなと思って。嬉しかったわ。<coughs> いや、高いだろう。まあ、だからそ、それあれなんじゃないかな。その、所得に応じて多分人にあるからなやっぱ。やっぱな。バイトで月8万ぐらいしか稼いでなかった。それはた高く感じるわ、それは。確かに。社会人だったらまあまあって感じじゃないか、多分。エビ、そんな安いのエビ、安いよ。何匹だ ?6 匹で。 6匹で540円とかだったからね。あのデケエビってあ、あれバカ、あれアルゼンチンエビだよあ、あれ。あれ、イれ伊勢エビ、逆に嬉しいわ、それ。あれアルゼンチンエビだぞ。あの、エビの中でも最低ランクの。伊勢エビか。それ嬉しいわ、それは。あ、はあ。伊勢エビ、いや、アルゼンチンエビですよ、俺アレルギーは、えっと、犬、猫、えー、ヒノキ、 えタ、ー、豚草えっ、ー、と、お酒、大豆、はい。だけど、これって、あの、アレルギー検査をしたら、みんなも意外に出てくる、出てきますよ。アレルギー,ルギー検査、そもそもしたことないでしょ。あのー、俺はしたから、一応それで自分の、あのー、この辺がこう、出ますよっていうのが分かってるわけで、そう。うちの母ちゃんだかも犬アレルギーあるけど、飼ってて、まあ別にやらでは、たまにシュンシュンするぐらいだよ。 まあ人によっては多分ね、あの、めちゃくちゃ、あの、もう、鼻収身、咳根コ根ンコンみたいなね、もう、まあ、むしろ呼吸困難みたいになっちゃう人もいるかもしんないけど、まあ、そこまでのレベルじゃない。結構ね、やってみるとアレルギーあるもんなんですよ。パッチテストとかやってみマジで。あの30、30代、三十代全国連になって、あの、出る人いるからな。アレルギー。エビアレルギーの人もいるからな。紅白、出演歌手あ、見てない。発表されたんですか万宝打ちきがいるんですか バンプがもういるならば僕はもう。つってももうなんか最近紅白見れてねえな、なんかな。え今年いないのマジかえー、今年いないんだあららららあ、ストプリいるんだあらら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 。えストプリってさ、なんか誰かい,いなくなったりとかしなかったっけちゃったっけなんか人数少なくなったとかじゃなかったっけ 元々数 4, 人ぐらい,いてすげえな。俺ちょっとそのアーティスト関連疎くてちょっとあんまりわかんねえけど、ストプリってあれでしょネットから出た形の,あのアーティストでしょすごいね、マジで。ほんと、2人減ったんだ、そうなんだ。福山雅治でるんだ。何歌うんだろう。福山雅治何歌うんだろうな。平成の曲歌ってほしいな。 やめないで止めないで熱くてたまらない、と、ルルルルって、ルルルルってやってほしいわ。多分誰も知らないと思うけど、その曲。令和の人には。えー、まあそうなんすね。うん、まあまあ、あのー、まあ多分ね、まあ時代もいろいろ変わってきて、今だったらあれでしょきっと、あのー、まあ俺の時代だったらもうね、グレイラルクとかそういう時代の時はなんか耳を、あのー、聞き覚えあるんだけど、 どうなのよ、和田明子は。あの、毎年出てるの、郷ひろみ、松田聖子、あの、和田明子は。いなかった。大御所どうなってくんだろうな、もうあの、そろそろ世代交代な感じもするよね。あの、まあ、まあ、別になんかその、なんつうんだろう。まあ、ジャニーズとかはどうなんだろうね。あの、出るんですかね、ちょっと。 そもそもね、さすがに出ねえかジャニーズは。今、ジャニーズ、嵐もいなくなったら誰だスノーマンあそれジャニーズじゃねえか。ジャニーズの今の、俺たちで言うニュース、嵐、えー、あとあのー、出てこねえ、あれです。今,今ス、スマイルアップ、知らねえな、マジで。うん、知らねえわ。 田中聖也だっけ聖聖聖みたいな。後期か。うん。田中こうきだ。そう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 。いやいや、芸能系といや本当、あの、逆に俺、俺、あの、俺に共感してくれる人結構いると思うけどな、ネットどっぷりやるようになってから、だって分かんなくなっちゃったよ。本当。マジで分かんなくなっちゃったよ。 数年前、和田明子は紅白常連だったんだけど、紅白が今年は出演見送ろうってした時で揉めた。ああ。で、私今回出さないんじゃ、つって。<laughs> まあみんな、そうっすね。最近何見たっけなって。いや、マジで。うテレビ、もう、今もうテレビで、あの、ネトフリとか、アマプラとか見れるから、そっち行っちゃうんすよね。 田中幸喜さんが捕まる前に言ったとコラボして、彼の落とし物が家にあったらどうしようってビクビクしてたらしいな、ね、あなるほど、うん。まあ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 確、うん確うん、確かにな。確かに確な。あの、所持してるだけでもねあの、怖いもんですよね、やっぱりね。うん、とんじゃね、なんだかんだ20代の若い子と結婚して、加藤さんとかにダセーとか笑われそう。なんでだよ。<laughs> 別に、あの、もし仮に俺が20代の子と結婚して、加藤さん別に多分出せって言わないよ。<laughs> 多分 <laughs>。多分言わないと思うけどな。うん。<laughs> それさすがにね、なんか言いそうでもねえな、それ。なんでダサいんだよ。それ違うだろう。あのー、羨ましいだけだろ、それ。<laughs> 多分それ。羨ましいだけだろ。う、えーん。ハライチ、岩井に触れないのは何ですかあの、ハライチ、岩井がわからん。ごめん。すいません。 原市祝いって誰だ原市祝いが分からん、わしは。原市の岩、祝、祝い祝部祝部が19歳と結婚して炎上。ええー、別にいいのにね。いいじゃん、全然。全然いいじゃん。だってお前、打足さんなんて、えと、どんくらい待ってんだっけえと、えと、2週ぐらい死んじゃなかったっけちゃったっけ分からんもんだね、ほんと。うん。 炎上 <laughs> はしてないあ。じゃあ、じゃあいいわ。じゃあいいわ。うん。当時、今度は名古屋の紅葉っていう中華料理屋さんに行かないか。孤独のグルメで紹介されたらば、あなんか行きたいっすね。ちょっとあの、前日にちゃんと、ちょっとあの、人を移さないんで配信していいですかつって。こうね、外飯行くとね、何がいいってね、勉強になるんだよな。うわ、こんな味、初めてっつって。おいいね。 ああ、いいねああ、いいねうわ、うわあ、これ最高のチャーハンだわ。ああ、これ最高のチャーハンとこれパラパラじゃねえやつだな、これな。しっとり系です。俺ね、最近思ってきた。あの、裏,が裏返ったっていうか、何週か待ってしっとりがいいわ、チャーハンは。台湾ラーメン、紅葉。そこ有名でうまいんだ。そうなんだ。こ 白いラーメンがうめんだよなーこれがなーこのたぶん塩だと思うんだけどこれ白いラーメンがうめんだよ俺がん <laughs> あ,あここあ違うわ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 違う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 った違う <laughs> 違った違った違う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 ったと勘違う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 違 うまそうなんだけど、でもなんかあれだな、チャーハンとラーメンと餃子のなんかローテーション、あー、やっと来た、やっと来た。やっと麻婆豆腐来たわ。チャーハンとラーメンと餃子あ、まあ、ここにこうやってあるんですね。なるほど。えー、あ、今日お前かっこいいな。あ、ありがとうございます。あ普通に写生します。ありがとうございます。いや、今日ね、あれだったんですよ。ちょっとあのー、スーパーにね、ちょっとこう、朝市行こうと思って。 ちょっとスーパー行ってきて、やっぱスーパーね、あの朝一ね、ちょっと奥様方とかも多いからね、あんまりちょっとね、あのあっと偏った眼鏡とね、髪ボサ,ボサあのー、上はあのなんかいつもね、僕、はムラッシュのパーカーとダボダボのスウェットって感じでね、まあ、それじゃなくて、ちょっとたまにはね、あの身を整えてえ、ちょっと行こうかななんつってね、うん。で、行ってね、あの自分の中でイマジナリーあのプレイしてるんですよ。あ イマジナリープレイじゃないですね、こうやってやっぱこう奥様方をこう物色してね、ああ、奥様方、あすごいあ、こんな平日のねこの時間にねあの、キラキラした格好してあ、金持ちの奥様なんだろうな、きっとなって思いながら、えー、っと卵、こっちの方が高いな、ね、安いなって見るのが僕の一つの趣味なんですよ。いやあの個人的にはそれであの手をを出ししたたりとか迷惑行為をしたらそれは いけないと思うんですけどもいやちょっと見るぐらいは僕はまあいいと思うんですよねはい、うん、ちょっと見るぐらいははいちょっと見てあきれいな奥様だなとかさあこっちの人はタイプだなあこっちはタイプじゃないなって思うぐらいいいでしょう別にいやそんなしかもこうじゃないっすよこんな風に見てないっすようんこうやってこうやって ここんな、うん、こんなな感感じじですよどっちかって言ったらもう、うん、昨日さ俺さあのー、ちょっと旧友達と遊んでたんですよちょっと、あのーまあ、地元の館山からあのこっちに、まあ、上京してるやつらが何人かいてでちょっと飯食う約束をしてたんですよそうであのー、飯食いってでどこ行こうかみたいな感じになってそう 俺あのー、ちょっとね、びっくりしたチェーン店があって、そう、これポジティブな話なんですけど、あの、皆さん知ってるあの、しょうや。あれ、しょうやあれ、やばくないあれ。チェーン店で、あのクオリティの刺身。しょうや。え、知らないま、マジでしょうや。え、マジかえ、しょうや知らんそう、あの、床屋って書いて。 意外に知らねえんだ。昭屋いや、うちの地元の立山にも昔あったんだよ、昭屋って。お肉そ安いんだよね、しかも。昭屋あ、意外に知らねえんだ。床屋って書いて、昭屋あ、昭夜、昭夜じゃんねえや。昭屋えー、いや、それは意外だと、あ、関東だけなのかなバイトしてました、そこで。いや、そこで、いや、もう何あの、そこのさ、アイスがめちゃくちゃうまくて。 <laughs> あの刺身なん、刺身じゃないんかいなんだけど、刺身も美味しいんだけど、アイスがめちゃくちゃ美味しくて、まあ、あの、こうやって、やだーって言っちゃった本当に、うわ、やだ、このアイス美味しいっつって、男4品ぐらいが手を押さえて、えこれ美味しくないっつって、美味しいみたいな感じになるぐらい、なんかね、メスの顔になっちゃったんだよ。ああメスの顔になっちゃった。俺、しょや、俺、俺ちょっとあれ、推しですね。俺、また行きたいな、しょや。 マーダーミステリーはいつやるのマーダーミステリーいつやるの来週あ、ちょっとわかんない。来週、なんじゃないかな多分来週。やったことないからさ、マジでわかんないんだけど、マーダーミステリー。調べないでくださいって言われてるんだけど、お前は調べる。<laughs> いや、しら、調べ、あの、まあ、あの、いうなんとでも思ってください。はい、なんとお前は、お前は調べる。役になりきって推理する遊び。うん だから一人っ子結構有利なりきったら勝ち勝ち、勝ち負けが分からねえわ。あー、なりきればいいんだ。えじゃあその何いろんな役職になりきればいいんでしょお前がやったんだろつって。正直に言よ。何のために生まれたんだよお前のお父さんとお母さんが作って。<laughs> まだやり直せんだろうがつって。やればいいんだろそういう形で。 な何の役になるか分かんないですけどね。うん、バリエーション少な、ね、い。<laughs> 確かに。確かになんか前の老害で見た気がするわ。うん。ん <laughs> 子供の時クリスマスプレゼントもらってた。いや、俺ね、だから前も言ったかもしんないけど、小、小6ぐらい。まあ中学からもらわなくなっちゃったな。うん、中学から。 サンタの正体をいつ見破ったこれちょっと結構前も言った話なんだけども小学校3年生の時にあのスーパーファミコンが本当は欲しくて小2年生かなスー,スーパーファミコン欲しいっつってであのー、お母さんがスーパーファミコンかサンタさん大変かもしんないなって <laughs> なってであそっかっつってでなんかちょっと親の圧があってじゃあ僕サッカーボールが欲しいなっつって。 新しいサッカーボールが欲しいなって言っといて、子供ながら、この場はお母さんにはサッカーボールって言って切り上げようと思って。で、夜ね、寝る前に星空を見てお祈りしたんですよ。うん、サンタさん、お母さんに嘘ついてごめんなさい。本当は僕、スーパーファミコンが欲しいです。よろしくお願いします。ってワクワクしてあの寝たら、あのー、サッカーボールが置いてあってさ。うん で本当そうだよ。そっから祈ることなんてマジで意味がないなって、マジで思い始めてさ。そう。で、まあ、察したよね。あこれはサンタさんじゃないんだ。お母さんがきっと買いに行ったんだって思ってさ。で、ちゃんと正直に行った。うん、あのー、翌年から。しかもサッカーもしたくなかった。俺サッカー辞めた年ぐらいだったんだよね。まあのー、決まっちゃってたから。ボランチ。 あのー、まあ、当時ボランチっていうあんま表現なかったら、そう、フォワードって、やっぱりフォワードちょっとやりたいじゃないですか。そう。だけどずっとセンターバックとサイドバックで、あのマンティスで。マンティスでさ、センターバックとサイドバックやらしちゃダメじゃん。守れないし。そう。本当はさ、やりたかったんだけど、あのー、前の方さ。どうしてもやっぱり手い人たちが自分よりもいて、任されなかったんだよね。そう。しかも、A チームにさ、 上がったと思ったら B チームに下がってさ。ああ、頑張って、わかるだろあの、サッカーやってちまったらわかるだろ ?A チームと B チームって。今、昔今ない ?A チーム、B チーム、わかるでしょあの、1軍、2軍みたいな。なかなかさ、A チームに行けなくてさ。ま、これんなやめた方がいいわ、つって、えーあ。余裕でやっぱあるんだ。えもう、む、じゃ、昔も今も変わんねえな、それ。サイドバックの重要性わかってる。いや、もちろんじあ、じゃあ、わか、重要性わかってるよ。サイドバックの重要性わかってるよ。わかってんだけどさ。 マンティスだったからできなかったんだよ、本当 <laughs> マンティス、いいクロスあげそうだな。なんか、まあ、そう、まあ、いい,い,いクロスあげたかったんだけど、マンティスじゃ無理だったんだよ。広がりマンティスじゃ。で、水泳に行こうしたんだよ。で、そしたら、あの、本当に体脂肪率が多分分かんない。どんくらいなんだろう。すんごい、あの、スーパーセントのマンティスだったから浮かなかったんだよね。さあ、じゃあ、松本君、今から泳ぎましょう。手を離しますよ、つっ,って、そのまま。 体脂肪がねえからさ、そのまま沈んでってさ、ダメだ、水泳もできねえと思って。なんか自分にできるやつあるはずだと思ってさ、だから水泳もできねえから、あのなんか月謝いろいろ高かったろうな、お母さん、本当にごめんなさい。チャリンコであの水泳クラブまで行ってで、タイムカードみたいなのをして、そのまま。 風呂場に逃げてさ、ずーっと3時間くらいさ、こうやって、ぷかーっつって、あー風呂場が気持ちいいやーっつって、悪魔みたいな小学さんですよな。親に水泳やりてーっつって、そのまま <laughs> 通わせてもらって、引っ張ったからダメだな、それ。ほんと。親父に怒られた。そう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 。<laughs> あのー、河川敷でさ、立山の河川敷で、ま、あなんか今日は風呂はいいやーっつって、サボって、あの、ゲームボーイのゼルダんてやつや,つや、たら 親父にバレてさクソ引っ張かれていくらかかると思うんだっつってあるんだよ立山にさモネール川っつってさサッカー選手のモネールって知ってるあの河川敷にあのモネールのにすんげえ似てる岩があるのでそれであのモネール川ってなってさ知らないあそうモネール知らねえんだあマジかラモス・ルイと同じぐらいあれだけどフリューギレスのそうそうそうで習い事<あ>結局スポーツ それでやめちゃったんだよな。小学校、高学年の時には、マジでや、何もやんなくたって、なもやんなかったな、本当。何もやんなかったな。やれやかったってすげえ思う、ほんと。そうっすね、えー。今なら何やりたいいや、できることなら、ちょ興味があるのがやっぱテニスっすよね。うん。テニス、あの、ちょっとやりたいっすね。 テニスめちゃくちゃちょっとやりたいっすね、僕。うん。ファーストサーブ、セカンドサーブ、ファーストサーブうちら。ペニスじゃなくて、あの、テニス。うん。お前一人っ子なんだから、チームスポーツやっとくべきだったら、まあな。うん、わかる。まあわかる。なんかやっときゃよかったなって思う。だから、本当にエイペックスとか、あのー、パブシーもソロでやってるし、マジで苦手なんだよな。本当 <laughs> マジで苦手なんだよ。 とんちゃんは剣道やったけど、あの、僕あの、柔道と剣道だったら、あの、剣道を先行しましたね。はい。マンティス時代は。あの、分かれますよね。柔道を選ぶか、剣道かっつって。うん。やりました、やりました。はい。あれね、多分だけど、柔道やった方がよかったね。あれ、剣道ってマジで差がありすぎちゃって、お肉そつまんなかったわ。ほんとにお肉そつまんなかった。こうやって、はい、構え、ね、つって。 でしゃがんでさうんこ座りしてでそのまま立って始めってやるじゃん何が視界も狭いじゃん何があるかも分からずに終わってさなんかやられた感もなくてまあ柔道も一緒だけ、ね、どただまああれなんで中学の時になんかあの豪、ー、樹っていうさ、あのー、先生がいてその豪樹にあのぶん投げられてそれでこうやって「あのはいこあじゃあ,あの松本ちょっと来い」っつって「はい」っつって。 今から、袈裟固めっていうのを教える。よそ、横四方とけさ固めをみんなに教える。で、松本構えてっ、つって。で、それでさ、なんか、小外刈りだか大外刈りみたいな、こうやって投げられて、で、そのままこうやって、ブラッ、ブラッ、ブラッ、みたいな感じにやられて、あのー、見せしめにされて、俺、そっからマジで柔道を蹴られちゃって、なんで、そんな、なんか、見せしめにするんだろうと思って。その先生にはね、あのー、あれなんだよ。立ち向かうことは許されなかったんだだから。 がだったあの中学ながらであのタバコ吸ったりとか万引きしてるいたらあの今だったら本当にアウトになるけどマジで首絞めて失神させてたっていう先生がいてその不良どもはあの僕がやってないですよあの不良どもは卒業式の時に豪気の,あの <laughs> 車のマフラーにふかした犬を詰めてあの車壊してたわ、うん、そのぐらい恨みをかつた先生たちに 俺はやってない。本当にやってない。小学生の時休み時間何したんすいや、マジで覚えてねえな。何してたんだろうな、俺。小学校の時。何してたんだろうな。何してたみんな。小学生の時の休み時間で何やってた ?10 分の ?10 分でどっちボロするか机で床な。それはレベル高すぎるな。マジで覚えてないぞ。みんな、どんどん記憶が薄れてくる。やっぱり、あれだわ。小学校の時のノートとか大事だな。 何やってたんだろう何やってたんだろうな多分俺割り箸とかであれだわそうだ割り箸であのあのピストル作ってそれで飛ばして遊んでたわこうやってああそうだわ人にはやってないですけどねこうやってパーンってやってそ,そんなんやってたな割り箸ピストル作ってたわ何やってたんだろうわかんねえで俺んち小学校の時たまり場だったんですよで 小学校5年生の時にオナニー覚えちゃって、俺たまり場にしたくなかったの。家に帰ってさ、すぐ一番にオナニーしたくてさ、本当にもうあの、帰って、誰よりも早く帰ってオナニーしたかったんだけど、マンティス時代足が遅くてさ、友達に走って足、あの、<laughs> 小学校から家がだいたい歩いて2、3分なんですよ、僕。キーンコーンカーンコーンつって、それで俺ダッシュで帰ったんだけど、 三、四人に抜かれて、鍵も閉めてんだけど、<laughs> あの、近所の家からさ、キャタツ持ってきてさ、<laughs> ベランダにガコンってキャタツかけて、三、四人が登って、二階だったら相手っぺーつって、二階の、二 <laughs> 階の鍵開けてさ、そのまま、あの、オレンジの冷蔵庫買って焼けて、親父が釣った、なんか、魚とか買って食ってたんだよ、手でこうやって。<laughs> そう。 ほんとモラルが合ってた、ほんと。ふざけんなっ、つって。そう、それな、なそうなんですよね。そん泥棒、泥棒っていうか、まあ、なんだろうね違う。親も帰ってこないから、小学校の時ってさ、お父さんとお母さんとか18時ぐらい帰ってくるじゃん。誰もいないからさ、で、兄弟もいないからっていうとこなんだよな、多分な。うまいこと疲れちゃったわ、あの時。父ちゃんの親、キレてなかったのか。キレてた。あの、おいマサローって、お父さんの今日楽しみしてたマダイがねえつってさ、 あの、ま、マダイはねあの健太タくんが食べちゃったっつって健健太食ったんかっつってじゃあお前ケンタ連れてこいみたいな感じでそうみたいな形でしたねそういやでもそれ連れてけなかった本当なんだったのそのもうねだから小学校の時もうなんかその記憶して俺がなんか小学校の時話す話してこれなんだよ、ね、大体は前で覚えてね 小学校の時。あとあれだわ。爆竹をカエルのケツの穴に入れて吹っ飛ばしてたっていうのも、本当に猟奇的だし、何してたんだろう。うん。ザリガニ捕まえて遠投したりとか。うん。だ、どっちがザリガニ遠くまで飛ばすかやるべえ、みたいなさ。ザリガニ、あの、でけえザリガニだとよく飛ぶんだわ。軽いザリガニだと飛ばなくてさ。命をもて遊んでたな、あの時。ザリガニなの。 あのー、カエルをね、いや、マジで、でもさ、通る道でしょそういうのは。あの、オタマジャクシの卵、カエルのさ、卵をスコップでさ、なんか土に返したりとかして、なんでそんなことしたんだろう大人になった今だったら絶対やんねえわ。おい、そこにオタマジャクシの卵があるから、土で埋めべえ、みたいなさ。なん、なんでみんなでそんな無駄なことしたんだろうで、俺はアリをプチ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 ,プチ潰して、おい、なんか、 ゆうすけくん、ありプチプチ潰してごらんって。ちんちんが大きくなるよ、みたいな話して。あれほんとだつって。3、4人ぐらいで、ありプチプチプチ潰して。なんかみんなで見せ合ってたな。ほんとによくわかんないんですよね、それが。でもこの話してると、数名わかるって人がいるんですよ。数名。わかるって。そう。ありプチ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 して。 ね、今じゃもう、<の>お玉じゃくしなんてもう、うん、触れないし、ありだって触,れ触りたくないし、なんなんだろうね、この子供の時の,の勇気、ブレイブメン、娯楽がそうなかったんで、皆さんいい時代ですよ、小学校の時にはもうだってポケモン BW とかがあった時代でしょ、任天堂 DS は、ね、兄弟のお下がりとか、また分かんない、あの金持ちのところは、あのー、ね、お兄ちゃん、自分、お姉ちゃん、妹、カクカクあったんでしょ、きっとおそらく。 ちょうど、あれだ、ドラクエモンスターズ1だったな、ゲームボーイの。ネットもねえから、配合もわかんねえつって。で、その <laughs>、最近言ったのが、あの、昔あれだったんですよ。あの、配合もさ、あの、なんだろうな、最初と最後を間違えると失敗しちゃうんですよね。例えば、なんでしょうか。ちょっとうまく言えないんだけど、あの、検索結果みたいなのが出なかったりするから、結 そう、順序があるんですよ。で、失敗して、で、オートセーブされるから、そのまま田んぼに俺投げたんだよな。これやトランプビデオにさ、テレビのワンダーランドを持って、こら、ま、こんなゲームがあるから、こんな思いになるんだ、つって。<laughs> 今じゃあの田んぼの、ね、あの主に本当に申し訳なかった、本当。と。昔いた、つって。こんな、こんなものがあるから、つって。<laughs> 新作ゲームを配信するのはゲーム会社に失礼だと思いますから、まあ、あのー、個人的には、あのー、例えばさ、 もう、まあ、ガイドラインがもう出てるじゃないですか。もう、例えばストーリーものとかはさ、ここまでしかできないよとかさ。で、そのルールにのっとってるのはもう全然いいと思うんだけど、俺、懸念しちゃうのが、視聴者が本当は自分でやりたいんだけど、なんかこう、ポンチャンドで見ちゃったみたいなのが、なんか申し訳ないなって思っちゃって、だから俺、少し、あのー、寝かしてやろうかなって俺は思ってとかあるんですよ。だからゲーム会社に失礼かどうかっていうと、もう今は、 ねルールがもうあるんで、あのー、別に申し訳ないって思えは、<laughs> はい、あのー、そんなにないですね。本当に気持ち悪いね、今のコメント、そう。<laughs> あ、さっきの <laughs>、ゲーム会社にみたいなやつ。ああ、まあね。うん、ねえ、まあ、配信者は、あのー、ゲームをあの盗んでみたいな、なんか言う人もいるからね。あのー、視聴者側では。ゲーム盗んで金稼いでる、あのー、クズどもがみたいなやつ、やっぱいるからね。ゲーム泥棒か。 そうそう。それはね、もうゲーム会社が決めることなんじゃないかなって思います。だってやっちゃいけないゲームあるもんね。アトラスの,あの新作ゲームとかは、アトラスとかは禁止って言ってるしね。配信者ゲームしないと厳しいのか、雑談だけじゃ厳しいのか、どうなんすかね。俺なんて、もともとゲーム配信してなかったからね。俺、あの、ほぼ雑談だったもん。ニコダやってる人は。ゲームが1割、雑談9割くらいだったからな。 実際そうだろう。盗んではないけど他人の努力を踏み台にして働きもせず稼いでるだけの社会の。<laughs> まあ、まあだからなかなか難しいですよね、うん。ルールがこうやって今あるけども、まあどうしても、あのー、こういうふうに考える人もいっぱいいるわけですから。うん、ぜひね、あのー、君みたいな人は、まあ、ゲーム会社に就職して、はい、変えてあげてください。変えてあげてください。でもなんかあのー、くだらねえ話かもしんないけどさ、なこれ前も言ったのかな なんか変な統計ですたぞ。なんかやっぱその配信者があのゲームやって、で、それで売り上げに貢献してるから、あの、どんどん、あの、やってくださいみたいな流れになってる会社もあったりとかね。そう。会社によってはなんか持ちつ持たれつみたいなとこもあるんじゃないそこは。